3番乗り場には始まります電車は38分発普通電車の京都行きです。3番乗り場の足元丸印でお待ちください。三宮芦屋にはこの普通電車が早く着きます。ホーム中ほどの乗車位置は特に混み合います。乗り降りの際は相手より後ろ寄りの車両をご利用ください。次に2番乗り場に参ります電車は47分発新快速安行きです。2番乗り場の足元三角印でお待ちください。大阪京都へは新快速が早く着きます。神戸を出ますと三宮芦屋尼崎大阪新大阪高槻京都の順に止まります。到着まで今しばらくお待ちください。Oh,
危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。3番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。3番乗り場に到着の電車は普通電車の京都行きです。終点の京都まで各駅に止まります。山道駅や芦屋にはこの電車が早く着きます。尼崎、大阪には後の新快速が早く着きます。ドアの前は広く開けて降りられるお客様を先にお通しください。ご乗車ありがとうございました。神戸です。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り左右の扉へ分かれてご乗車ください。普通京都行き発車いたします。普通電車ドアが閉まります。三宮、灘の順に各駅に停まります。次に2番乗り場に参ります。電車は47分発新快速大阪京都方面安行きです。2番乗り場の足元三角印1番から12番でお待ちください。大阪京都へは新快速が早く着きます。まもなく3番乗り場18時から
神戸、神戸です。まもなく2番乗り場には47分発新快速大阪京都方面安行きが参ります。2番乗り場の足元三角印1番から12番でお待ちください。神戸を出ますと三宮、芦屋、尼崎、大阪、新大阪、高槻、京都の順に止まります。 2番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。到着の電車は新快速安行きです。神戸を出ますと三宮、芦屋、尼崎、大阪、新大阪、高槻、京都の順に止まります。 ドアの前は広く開けて降りられるお客様を確認お通しください。 ご乗車ありがとうございました。神戸、神戸です。左右水田扉からまたれてのご乗車をお願いいたします。新快速安行き、まもなく発車いたします。4番から12番、27、5番から今日までの停車駅、元町、三宮、六甲、住吉、芦屋、西宮、
Thank you.
到着の電車は普通電車の京都行きで、終点の京都まで各駅に停まります。関東行きや芦屋にはこの電車が早く着きます。尼崎、大阪には後の新快速が早く着きます。お忘れ物のないようにご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。3番乗り場から普通京都行きが発車します。普通京都行き発車いたします。どうぞご注意ください。
番乗り場18時58分発JR 東海線経由京田辺行きが7両で参ります。ここは危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。3番乗り場電車が参ります。ご注意ください。3番乗り場に電車が参ります。ご注意ください。到着の電車は普通電車の JR 東海線経由京田辺行きです。元町、三宮、灘の順に各駅に停まります。三宮にはこの電車が早く着きます。芦屋、尼崎にはあとの新快速が早く着きます。